株式会社東北新社は、東京都港区赤坂に本社を置く、映画制作、配給、海外テレビ映画の輸入配給、字幕吹き替えの翻訳、テレビ番組制作、CM 制作、セールスプロモーションイベント制作事業、衛星放送事業などを行う企業である。外国映画の日本語版制作でその名を知られ、国内最大手でもある。略称は TFC。ジャスダック上場、証券コード2329。東北新社という社名は、創業者の上村万次郎が、秋田県由利郡東滝沢村の出身であることから、銀座で小さなバーを経営している時に知り合った、劇団四季の浅利慶太が名付けた、東北社が元になっている。アニメ作品、宇宙戦艦ヤマトの版権を買い取ったことで知られる。また、日本語吹き替え版を制作していた、サンダーバードの日本国内におけるライセンスを保有していた時代もあった。ディズニーの日本語吹き替え版制作も担当は、東北新社がソフトを発売していたことがある。スターチャンネルで劇場公開された作品がある。2016年7月より、スターチャンネルムービーズの題名を始めた。詳細は、スターチャンネルスターチャンネルムービーズを、参照点まで届けシリーズ晴れ時々曇り、夢を食う男、30年目の同窓会、殺意に抱かれて、さらわれたい女、松本清張スペシャル、鉢植えを買う女、タクシードライバーの推理日誌、救急救命士、牧田沙織、浪人編、完結編専務取締役の中島信也は、看板ディレクターとして知られる。本社以外に2番工房。株式会社ソーダコミュニケーションズとサーマルが合併、TFC プラス等の関連会社も CM 制作を手掛ける。受賞作多数。その他、英苗勉も同社に所属しており、CM ディレクターを務める一方で、近年では同社が制作に参加した映画、ハンサムスーツで監督業に進出してもいる。1986年、スターチャンネルの配信を開始。1989年には通信衛星による配信を開始。等々力放送センターでは関連チャンネルの運営、創出業務に携わるとともに、スカパー、E2 の多くのチャンネルについて衛星へのアップリンク業務も担当している。また、東映チャンネルについても創出業務を受託しているほか、2008年6月には松竹系の CS7CH の創出業務を担当していたサテライトマスターの株式を松竹、三井物産より取得、子会社化した上で同年10月に業務を当社に移管、等々力放送センターから創出している。2009年12月には建築資料研究社より以後、将棋チャンネルを運営するサテライトカルチャージャパンの株式を譲り受け、連結し会社化した。2017年10月24日より、株式会社プレイボーイチャンネルジャパンは、同じ東北新社関連会社として設立された PM エンターテインメント株式会社に制作作業が移行され新たな番組供給事業者となった。株式会社東北新社メディアサービスは、衛星基幹放送事業者で、スカパーをプラットフォームとしている。2017年9月1日に設立され、統計110度 CS 放送の以下の3チャンネルの基幹放送事業を当社に集約した。統計110度 CS 放送、編集 BS デジタル放送、編集。ありがとうございます。